今回はこちらの、ファロルミのリバーシブルバッグを紹介したいと思います。こちらはですね、茶色と、イエローですね、両面を、使うことができるバッグになっていて、サイズ感はですね、女性が、持つのにふさわしいようなサイズになっています。一応ですね、持つと大きさはこんな感じですね。ちょっと男の人が持つと頼りない感じに見えてしまうので、やっぱり女性が持つことをお勧めします。で、この落ち着いた茶色とは結構対照的にですね、もう一個がイエローですので、こちらがもう一色のイエローですね。先ほどのブラウンとは、打って変わってかなり明るい黄色ですので、まあ、例えば春夏の装いが軽くなって色味も明るい色を使う、そういった時にも合わせてこちら黄色を持ってもいいですし、秋冬のですね、ベージュとか黒とかグレーとかが増えてきた時にですね、茶色の落ち着いたカラーで合わせるというのも、楽しみ方の一つだと思いますので、ぜひ使ってみてください。あとですね、こちらすみません、底板がしっかりくっついています。こちら両方黄色も茶色の面もしっかりくっついてますので、置いた時にですね、しっかり安定して使えるバッグですので、型崩れが非常にしづらく、長持ちするそんなバッグになっています。